スウェーデンのリドル典型的なリドルの内装エジプトにあるリドルの模倣店ポーランドのリドルリドルが展開するヨーロッパの国リドルは世界中に約8000店舗を展開するドイツのディスカウントスーパーマーケットのチェーンである正式な名前はリダルシティフトン c o、OK、k g というハンドルシャフやコフランド等のチェーンも持つ持ち株会社シュワルズの傘下にある 同様の業態であるアルディの主要な競争相手である。1930年代にシュワルツ家によってシュワルツレーベンスミタルソーティメンツェグロスハンドランという店名で創業された。現在の店名で1号店がオープンした1973年から現在までの間でヨーロッパの20カ国以上に展開している。1930年。 ヨセフ・シュワルツは果物卸売販売業者、サドフルーツ・グラハンドル・リダル &CO の共同経営者となり、総合食料の卸売販売業者に育て上げた。1977年、息子のディター・シュワルツの下で、シュワルツグループは、ディスカウントマーケット、大規模スーパーマーケット、現金卸売販売マーケットに注力し始めた。 リドルの1号店は1973年にアルディのコンセプトを真似てオープンした。1977年までにはリドルのチェーンは33店のディスカウントストアからなっていた。シルバークレストのブランドにはリドルの他に人工衛星や地上デジタルテレビ放送等の電子機器を製造する部門等がある。ほとんどのリドルの店舗は 基本的に同じレイアウトを持っている。ブリキ缶の炭酸飲料を最初の通路に置き、アルコール飲料を最後の通路に置いている。チルド品は店の背面の壁に沿って並べられ、サンドイッチ、パスタサラダ、果物等の総菜はチルド品の入り口のところに陳列されている。古い店には棚の間の隙間が狭く、買い物をする人は 人の流れに沿って移動する他ない。果物や野菜は通常店の最初の通路にあり、次に、パンやケーキが並ぶ。2009年10月末、リドルのイギリス支社は、DVD のレンタルサービスである、リダルムービーズを開始した。オンライン DVD レンタルで、イギリス最安値であった、テスコ DVD レンタルを下回る価格で実施した。このサービスは、 アウトの DVD レンタルの協力を得て進められているが、この会社は以前は顧客サービスが貧弱なことで批判を受けていた。ドイツやその他の国の労働組合は繰り返し、就業時間や国士に関する EU 指令に違反したリドルの従業員に対する不利な取り扱いを批判している。ブラックブックオンザ・シュワルツリテールカンパニーという本がドイツで発行されており、 現在では、英語版も入手できる。タイムズは、リドルのマネージャーは会社に就職する際に、e、EU 指令から逸脱することを承認させられ、過剰な時間の労働を強いられていると報じている。ガーディアンやタイムズは、リドルは、全従業員、特に女性や、時間雇用の従業員に対して、カメラを使ったスパイを行っており、個人の行動に関する膨大な文書を作っていると。 報じている。イタリアでは2003年にサボーナの裁判所がリドルが反労働組合活動を行っていると認め、現地法で有罪としている。イギリスやアイルランドでも従業員が労働組合に入るのを認めていないとして批判されている。2008年3月、ドイツのニュース紙スターンは関東で親友や私的な問題にまで及ぶリドルの従業員の 組織的な監視について報じた。その他のリドルによる従業員に対しての不当な扱いについては元従業員の作成したウェブサイトにまとめられている。フィンランド、聖名よきのリドル。ありがとうございます。